アレック・バークスは、アメリカ合衆国ミズーリ州、グランドビュー出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューヨークニックスに所属している。ポジションは、シューティングガード。ミズーリ州、グランドビューで生まれ、グランドビューハイスクールに入学し、2009年のゲータレードプレイヤーオブザイヤー、カンザスシティスターなどに選ばれた。2009年から2010年まで、コロラド大学で2シーズンプレーし、2010年、ビッグ12カンファレンス新人賞、ビッグ12カンファレンスオールルーキーチームに選出された。2011年には、ビッグ12カンファレンスファーストチームに選ばれている。2年次終了時点で、NBA ドラフトにアーリーエントリーした。カレッジ個人成績2011年の NBA ドラフト1巡目12位で、ユタジャズに指名された。2011年12月9日、ジャズとルーキースケール契約を結び入団した。ルーキーシーズンは1試合平均 13.2 分出場し、7.2 得点の記録を残し、プレーオフに出場し、平均6得点を記録したが、1回戦でサンアントニオスパーズにスイープを喫した。2012年10月25日、ジャズは3年目契約のチームオプションを行使し、2013、14シーズンまでルーキースケール契約が延長された。2013年10月29日、ジャズは4年目契約のチームオプションを行使し、2014、15シーズンまで契約延長された。2014年1月13日のデンバーナゲッツ戦で自身最多の34得点を記録するした。2014から2015シーズン。2014年10月31日、4年4200万ドルの延長契約を結び、2014-15 シーズンに臨んだが、2014年12月30日、肩の負傷により残りシーズンを全休した。2017から2018シーズン、同じポジションで新人王級のドノバン・ミッチェルが現れ、出場機会は限られた。自身6年ぶりにプレーオフに出場したが、先発機会はなかった。2018から2019シーズン、2018年11月29日、カイル・コーバーとのトレードで、将来的なドラフト2巡目指名権に枠とともに、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。キャバリアーズは、ガードの選手層が薄く、新人 PG のコリン・セクストンと共に先発する試合が多かった。2019年2月7日、ヒューストン・ロケッツも絡む三角トレードでサクラメント・キングスに移籍した。2019年7月11日、ゴールデン・ステート・ウォリアーズと契約した。2020年2月6日、チームメイトのグレン・ロビンソン3世と共に3つの2巡目、指名権との引き換えにフィラデルフィア・セブンティシクサーズにトレードされた。2020年11月22日、ニューヨーク・ニックスと契約した。2021年8月19日、ニックスと3年約3000万ドルで再契約した。ありがとうございます。